こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海上自衛隊誇る潜水艦は世界でもトップクラス。米国に次いでと自負しているが、静粛性ではトップと言える。中国海軍が所有している原子力潜水艦が日本近海を先行している事実がある。無論、海自潜水艦は特定、追尾し任務を行っている。中国原子力潜水艦は、それは敵としてはお粗末と言われている。だが、近年、その潜水艦にも力を入れてきた経緯があり、島そのものを潜水艦開発拠点としている。では、どれほど中国の原子力潜水艦が進化しているのか？未だ謎となるが、通常動力型潜水艦では高出力 AIP 機関が売りだったが、原子力潜水艦にシフトしている。この状況の中、先行進度が増しているとは考えづらい。それに、中国が誇る原子力潜水艦が突如として浮上してきたのもまた、思い出してしまった。中国国旗を掲げて、原子力潜水艦が海上で浮かんでいる状況だ。現在開発が進んでいる中国の潜水艦情勢を紹介しよう。東南アジア方面のリゾート地に詳しい方であれば一度は耳にしたことがあるのが、現在の中国に属する最大の島、東洋のハワイとも形容されることの多い海南島ではないだろうか。かつては大陸と地続きであったとされているこの海南島は、中国広東省の雷州半島の南に浮かぶ島であり、日本で言えば九州の面積のおよそ9割ほどに値する面積を持っている。先の東洋のハワイとの謳い文句から想像される通りに、アメリカの本家ハワイとほぼ同様の緯度にあり、アリューワンビーチなどの観光スポットを有する中国屈指のリゾート地となっている。しかし近年では西側の軍事関係者の間では、この海南島第二の都市である人口約50万人弱を要する三亜市に、中国海軍が建設を進めようとしている軍事施設に注目が集まっている状況だ。ここ海南島三亜市に中国海軍が設置しようとしているものこそ、非干渉性散乱レーダーの設備であり、従来遅れていると見られていた中国の対潜哨戒能力を飛躍的に高める可能性がある。この非干渉性散乱レーダーは通称フピスルとも呼称されるものであり、一部陰謀論者の間でストに有名なアメリカのアラスカに存在するハールプとよく似た性格の設備だと考えられている。全くの余談だが、このアラスカのハールプは、先の通り陰謀論者によって、人工地震を発生させるための兵器ではないかと指摘され、阪神大震災や東日本大震災の原因などと喧伝されているものだ。こうした陰謀論は、一部の根深い信者らによってさも、事実であるかのように囁かれているが、軍事兵器、技術が高い確実性と再現性を持たない限り有効ではないことを考えれば、全く整合性に欠けた指摘と言える。さて、中国、海南島の非干渉性散乱レーダー、通称フピスルだが、この設備から極超超波、一般的には 3kHz 以下であるとされる低周波電波を使用し強力な、対潜哨戒網の構築を基としていると考えられている。そもそも、三亜市には、中国海軍の原子力潜水艦の基地、拠点が存在しており、
これと合わせて敵潜水艦を探知する仕組みとしてこの非干渉性散乱レーダーを運用しようとしていると見られているのだ。先のアラスカのハールプの陰謀論などとは違い、これまで中国海軍がアメリカ軍や日本の自衛隊に対して水を開けられていた潜水艦探知の分野に関し、この仮説は大いに説得力を持つものではないだろうか。そもそも先頃までの中国海軍は、自国の港湾周辺に敵潜水艦が接近しないように警戒するだけでよく、広い範囲をカバーする追潜哨戒能力を軍の方針として必ずしも優先してはいなかったといえる。それが第1列島線や第2列島線、また南シナ海への海洋進出によって、がぜんその追潜哨戒能力の向上が必要とされる状況に戦略上大きくシフトしてきたと見ることができるだろう。しかし、遼寧以降、ついに国産の航空母艦建造まで実現させた中国海軍は、その航空母艦の運用において、最も障害となるであろう敵潜水艦の排除を本格的に進めようと企図してきている。例えば、これは対潜哨戒機の実戦配備にも現れており、Y8F600 輸送機を元にした Y89 追潜哨戒機を未だ少数ながら導入し始めたことからも、この動きの加速が推察できるものだと言えよう。この Y89 追潜哨戒機は、敵潜水艦の探知はもとより、探知した後の攻撃まで実施可能な機体となっており、他の兵器同様に今後、驚異的な速度で配備数を増強してくる可能性が大きいと考えられる。この追潜哨戒機の実戦配備という点では、もともと遠洋への進出を前提にしているアメリカ海軍や広い領海を防衛する自衛隊では多数の P1、P3、P8 追潜哨戒機を投入し優位にあった。しかし、Y89 追潜哨戒機をはじめ、中国海軍の驚異的な増強のスピードからは、これまでのように日本やアメリカが手放しで優位にある状態だと過信することは、もはや危ういものだと考えた方が良さそうだ。こうした中国海軍の動きを鑑みると、今後の方策としては、さらにステルス性能を高めた潜水艦を配備するか、海南島の非干渉性散乱レーダー設備を、破壊可能な対地ミサイルの配備が必須だろう。前者の潜水艦においては、海上自衛隊では、双流型、鴻竜以降、リチウムイオン電池を搭載した新機軸艦を投入し、次級となる新たな3000トン級潜水艦の建造も進められている。後者の対地ミサイルという分野が課題だと思われるが、護衛艦、出雲、加賀に艦載機とする F-35B ライトニング2や、F-2 戦闘機の後継機となる機体への空対地ミサイル配備が鍵となるだろう。アメリカ海軍も中国海軍の南シナ海や台湾海峡への進出を牽制した。航海の自由作戦を継続していってはいるものの、いつまでこの軍事バランスが続くのかも不透明な状態だと言わざるを得ない。